はい、さあ、無水用中学びだ、コム三振広め隊の上田弥生、初めての方や、民主調停歌の見せびり、今日はですね、島唄三振、ルーチュイ放送ではなくて、今日は三振講座ということで、発信したいと思います。前回の動画でもちょっとご案内してますけれども、沖縄の音色が日本を結ぶティンセゴの花ということでですね、多くの方がティンセゴの花を今 YouTube にもアップしてます。コム三振広めたい以外の方でも、ぜひこの企画に参加したい方は、A シャープ、D シャープ、A シャープでティンセゴの花、順番は、構いません。1番、2番、5番でも構いません。好きな、とこを歌ってください。まあ、3番ぐらいまで歌っていただければと思います。これを三振の日に、間に合うように私が、編集して、そのみんながアップした動画を、まあ、一つにまとめたいと思います。そのためにも、今、ティンセゴの花を練習してます。教えてくださいという方も、多いので、ティンセゴの花を、レクチャーしたいと思います。まずですね、ちょっと今日沖縄あったかいんですよね。関東の方も雪が降って昨日大変だったようですけどね。では、いきます。キーの高さは今練習用ですので、ADA に合わせてます。このキーの高さで、よかったら、チューニングして一緒に練習しましょうか。まず打ち打つっていうところから練習したいと思います。もう少しカメラ寄りましょうか。一応もう遠隔操作が OK、 このぐらいですね。あ、見えますね。まず全く初めて、ティンサゴの花は全く初めてっていう方のイメージして、教えたいと思います。初めてだけれども歌は分かる前提で、まず一番歌三振ですので、歌が分からないと三振はできませんから、歌を覚える、まあどうせだったらこれを機会に、一緒に覚えましょう。まずいきます。チューチューコーです。チューチューコー、チューチューコーです。チューチューコー、チューチューコー、はい。で、チューチューコーの次は尺、チューが打ち打つです。こういう感じ、はい。尺、チューは打ち打つで上を弾きます。練習しますね、はい。チューは弾いてません。この音です。これをよく、三振、始めたばっかりの時はこう弾く人がいます。なので、尺、フラットの尺です。尺、中は打ち打つで上、はい。ここまで続けてやってみましょう。ここまでですね。中、中、こ、尺、中、上ですね。尺打ち打つ上ですね。 いきますよ、はい。もう一回いきます、はい。まず練習の仕方としては、ここの部分、中中高尺打ち打つ上、はい。ここまでですね。もう一回繰り返します。こうですね。で、C です。はい、ここまた打ち打が出ます。C の後に I、I、ド、これ打ち打です。はい、I、ド、C ですね。はい、ここも練習しましょう。I、開放弦の I、ド、C ですね。はい、I、ド、C、I、ド、C。でこれを手がこうなってると、ここから持ってくると時間がかかりますから、イメージはこういう感じで近づける、はい。アイドーシー、アイドーシー、アイドーシー、はい。これを通してやってみます。はい、繰り返しです。これを2回繰り返してるんですね。もう1回、1回で今度止めます。あ、まあ、ごめんなさい。
覚えてしまいます。これを、ある程度できるようになったら、あえて歌も、歌う練習をします。やってみますね。今伴奏です。はい、歌を入れてみます。親のよしぐとやちむにすみり。はい、繰り返します。親のよしぐとやちむにすみり。親のよしぐとやちむにすみり。ここまでを、できるともう半分できたようなイメージですね。ここは半分です。ここで半分で、あと今度チーミサチーニスミティっていう部分ですね。ここはちょっと難しいと思うので、ここもやってみましょう。まず最初からいきますね。ゆっくりいきましょう。ゆっくり我慢してゆっくり我慢してゆっくりいきます。もう一回いきます。よかったら一緒に弾きましょう。 C は A シャープに合わせてます。あ、ごめんなさい、 A に合わせてます。はい、歌を練習。親のよしぐとやちむにすみり。はい、もう一回。親のよしぐとやちむにすみり。はい、これはあえて歌持ち、イントロのことを歌持ちと言います。歌持ちに歌を乗せる練習ですね。それから今度ここまでできたらもう半分 50% できてると思って、ください。で、次難しいのがチーミサチーチューチューコー6、チューチーミチューチューコー6の時に手が人差し指が6に下がるようなイメージです。やってますよ。チーミサチー6、ミ8、ス7、ミ6、ティ7。ここまでです。練習しましょうね。6、コー、6、8、7、6、7。はい、これを歌いながら、チミサチニスミティです。7。もう一回いきます。チミサチ、はい、こう下がる。下がる。チミサチ、あ、もう少しじゃあアップにしましょうか。一人撮影大変なんです、いきますね。はい、チチューチューチューコーですね。チューチューコー6。はい、チミサチニス6、7ですよ。もう一回いきます。チミサチニスミティ7ですね。ここまで、できたらもうできたような感じで、あとはチミサチニスミティ繰り返し。親のよしぐとやチムニスミリ。もうあと繰り返しですから、まずもう一度復習しましょう。よかったら一緒にやりましょう。まず、イントロ歌むちからいきます。もう一回歌むちいきます。この時にイメージは何回も練習すると話ができるようになりますから、ああいい上をでも何でもいいです。ちょっとルーチュユンタクを練習するといいですね。もう一回いきます。ここだけ何回も何十回も練習してください。はい、あえてイントロのとこ歌持ちで歌を入れます。親のよしごとや
下にそみり、もう一回いきます。親の養子ごとや下にそみり。はい、歌い入りますよ。一番通してみます。一緒に歌いましょう。天さごの花やちみさちにそみて、親のよしごとやちもにそみり。親のよしごしもにそみり。はい、また歌持ちきますよ。はい、一緒に歌いましょう。天さごの花やちみさちにそみて、親のよしごとやちもにそみり。親のよしごとやちもにそみり。こういう感じでずっと1番だけ、繰り返して、練習します。ですると、2番の歌詞になった時にもう少しちょっと1番の歌詞を徹底的に繰り返します。であとは、楽譜を見ないでも弾けるようになったら、今度は歌を2番の歌3番の歌に、チャレンジ、してみてください。であともう一つ、尺は、フラットの方です。これを小指で低いとも言います、ほとんどの多くの三線の先生方、私が知る限り薬指を使うなという先生たちがほとんどです。どう考えても尺中上を弾く場合にフラットですから、指見えますでしょうか。薬指の方がちょうどいい感じなんですね。これを小指でやるともうこんな感じになるんで、基本的には、民謡の場合は薬指を使うケースが少ないんですけど、フラットとかポップスはほとんど薬指の方が便利なので、一回もう薬指を使わないで小指だけに慣れてしまうと、今度薬指が使えなくなります。なので両方というか指全部使えるような、使う方がいいと思うんですね。ぜひ、私も最初は薬指使っちゃいかんというんで薬指使ってません。どう考えても物理的にも薬指も使った方が絶対便利だと思うし、力も入るし、ということで私は、小指と薬指を使い分けてます、ということで、あと、歌詞の意味がわからないと困るので、ティンサグの花やチミサチに住みて、ティンサグの花とは鳳仙花のことなんですけども、ティンサグの花は鳳仙花の花は、前花として昔子供たちが、女の子たちが、爪に染めていたそうです。金作の花や爪に染めて、親の教えは心に染めなさい。直訳すると、その意味になるんですけど、もう本当に深い意味が金作の花なんかには、込められていると思いますので、ぜひ、歌詞も全部の意味が分かるように、しておきましょう。その中で、私がよくやることなんですが、何度もアップしてますけど、継続は力、継続は宝、で継続の継続は歴史なりとかですね、いろんな、歌詞を曲を私よく天作の花を歌うんですけども、この前祝い節を歌っていて、あ、これも天作の花に乗せたらいいなと思う歌詞を、ちょっと歌ってみます。
金融六八おやんゆ六八一よ一万円千代の境一を一万人千代の境、資金地資金というのは世間ですね、世の中の人たちを喜ばして、それを喜ばしている息子娘を見て親が喜ぶ、そんな目標を持つと、まあ、いつまでも、成功するよ、幸せになれるよというような、意味で歌いました。ぜひ、もうなんと16分話したわけですね。もう本当にライブで発信してますので、雑音が入ったり、もううちのサンバが吠えたりしてますけれども、ぜひ天サゴの花、沖縄の音色が日本を結ぶアットマーク天サゴの花、なんとか県とかですね、なんとか沖縄編とか、東京編とか、そんな感じで、タイトルにつけていただければ私見つけやすいので、まあ、検索してますのでね、よろしくお願いします。あとそれとちょっとじゃあ、もう一つ天サゴの花、ちょっとやってます。これはさっきのは A シャープに、A に合わせてました。これは今度 C です。よく自分の声のキーの高さがわからないと、本当に私も最初そうだったんですけど、三振は CFC に合わせなさいと言われたんで、CFC でずっとやってました。したら声が出ないんです、高いキーが出ないんです、音痴かと思ってました。でこれを C で天サゴの花をやるとどうなるかというと、チーチーミサチーミス、もう声がキーが出なくなります。なので、まず女性の方はちょっとキーが低いので、もしかしたら最初はここチーミサチーのとこは、キーがきついかもしれないので、ちょっと下げて A ぐらいから練習してもいいですし、まあ、キーの高いキーは練習すれば出るとよく言われますので、私も普段は B で歌ってます。でもきついです。本当は A の方が自分の声に合ってるんですけどね、高いキーも出るようにちょっと高めに、練習してます。天サゴの花、ぜひ多くの方が、YouTube にアップしてくれると嬉しいです。あとそれともう一つ、もう少しちょっとあれしましょうか。昨日もおかげさまで、宮古島からこの三線広め隊に入隊したいと、もう1年前から私の YouTube をよく見ていたそうです。とても嬉しかったです。わざわざ、沖縄本島の旅行の、ついでに那覇から恩納村まで立ち寄ってくれました。また今日は、神奈川県から、八重山の古典に音楽をやっている方も、この三線広め隊に入隊したいということで、下流市に船に乗ってもう送りましたけどね。この三線広め隊というどうしたら入隊できるんですかと、ブログとかホームページでも紹介はしてるんですけども、できたらやっぱりただ申し込みっていうよりもいろんな思いを、メッセージに、でお伝えしてくれれば本当は嬉しいんですけどね。申し込み方法はですね、まずこういうティンサゴの花の見えますでしょうか、ティンサゴの花、ここにも空空詩に載ってます。この通り、聞いていただければ OK です。ティンサゴの花の、T シャツがあります。2枚で5,000円、全国送料込みで配送してます。いやとりあえず1枚でいいよという方は3000円、送料500円で3500円、そうするとやっぱり2枚買う方がもうほとんどなんですけどね。ぜひできたらまあ2枚、1枚でもいいんですけども、ぜひ天サゴの花をもう世界中に広めたいと思ってますので、もう流派とか全く関係なく、これから三線始める方も OK ですしね。であと私はこの三線広め隊のために、これから三線を始める方のために、私も三線始めた時に本当に自己流でやった時に YouTube が先生でした。でも YouTube の先生たちとっても少なかったので、私も三線始めてまだ4年しか経ちません。もう三線教わったのは半年ぐらいです。もうほとんど自己流でやってるんで、もう、しっかりしてからこうやって教えたいなとも思うんですけども、いつまで
なるかわからないので、もうこうやって教える動画を配信し始めたんですけど、こういうライブ形式でですね、ぜひ、よかったら、今関東を中心に本当に増えてます、ぜひ皆さんコムサンシルメ隊、入隊したい方は、この辺といっても説明のところに、問い合わせ先、あと一番いいのは、Facebook とかですね、ブログからメッセージいただけると、Facebook やってる方はリクエストいただけるとやり取りができるし、あとコムサンシルメ隊の皆さん紹介できますので、ぜひFacebook の方にも遊びに来てください。ブログの方にも遊びに来てください。あとそれと YouTube アカウント持ってないっていう方、質問もできません。 YouTube のアカウントが持ってないとですね、私のもう何とも口癖のように言いますけども、三振、この三振広め隊はの皆さんによく言ってるのが、三振だけ楽しむんじゃないと、三振プラス三振をやったらいろんな、関連づいて、例えばパソコンが強くなる、 IT が強くなるとかですね、もうぜひ三振1曲でも弾けたら YouTube にアップしてほしいです。それがもう三振の上達早道だと思ってますしね、恥をかく、そういう、こういった話すときも最初はとても緊張するんですよ。私の遡って最初の動画を見ると、もう本当にトークなんかとてもとてもできませんでした。今はちょっと最近ではユンタクと言われてますけれども、そんな感じでですね、ぜひ、この三振埋めたい、今年で1000人仲間が増えたらなと思います。あと1000人までいったらこの、弾みの法則じゃないですけどね、1万人が見えてくるのかなと思ってます。そのために私はハードではなくてソフトの面から、まずはティンサグの花、今の教え方で分かりにくいってと思うんですよ本当は。もう一回今度はクンクンシも楽譜も載せて、もう一回作り直したいと思います。今私も教える勉強という思いで、発信してますので、皆さんよろしくお願いします。また野菜、もう一つ、チャンネル登録、毎日のようにチャンネル登録が増えてとっても励みになってます。まだチャンネル登録してない方はまたよろしくお願いします。また野菜、ミヘレビル。